やばい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 かも。こんにちは、ヨシーマンです。おとといメキシコから帰国しまして、今回はメキシコでいろいろ購入してきたお菓子を食べてみたいと思います。とりあえず購入品のご紹介です。ポンチ、マシュマロクッキー、チョコマザパン、これなんかアメリカかメキシコかわかんないけど、スイートタート、ターツロペス、メヘデ、あ、これ取れへんわ、これ一番多分これ有名、有名、これこれ一番有名らしいです。スパンチ、梅の味がする。梅。練り、練り梅。辛っ。なんでさ、食感が全部これなの。もうなんかいっぱいだよ。だから今度でいい。あ、辛っ。これまた後日食べます。うん。これやばい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 かも。多分美味しいと思う。なんかあの、何だっけ、こんな廃棄なかった。匂いすごい長い廃棄、ゴムみたいな匂いする。長い廃棄、匂ってみます。やばいやばい、匂いやばい、あ、臭い。匂い臭いやろ。あるある、アメリカにこんなお菓子ある。あ、美味しい、これ超美味しい。
何個でも食べれる。私これが一番美味しかった。ロペス。え、超うまいやん。夫はこれらしいです。以上、メキシカンスイーツ特集でした。